お疲れちゃんスナットです。今日はですね、こちら2コストだけでやっていきたいと思います。というわけでクラロワにはね11種類かな、はい、2コストのカードが存在しますよと。でそのうちの8枚これでね今日やっていくんですけど、レイジを入れるか鬼悩みましたが、ちょっとねレイジ入れると守れねえかなと思ったんで、まあ、防衛重視でね、はい、やっていきたいと思います。ディガーとかもねちょっと入れたいなと思ったんですけど、もうそうするとね、2コストだけじゃないので、もう2、3コストか、まあ、まだね、3コストだけとか、ちょっとこう、何コストだけとかね、できそうだったらやろうかなと思うんですけど、まあそんなわけで、今日も2コストチンパンしていきます。まあ、ウォールブレイカー、あとはゴブリン、グレイかな、なんか、攻め、今んとこ、同じような感じではあるものの、まあなんとコウモリとか、もうアイゴレの、この後ろのね、小物系でしっかりね攻めていきたいですね。いいよ、これ両サイ地味に刺さるみたいな。あーきつ。ボムですって。ボムタワー嫌っすね。やっぱ施設置かれるとさ、もう攻め手が限られちゃうんだよね。でこの人マジアチャオールブレーカーですね。ワンチャン射抜いてきますよ。トゥン。来ない。さあそのマジアチャはさよならしてトルネが回ってない。さあ、オールブレイカーも追加して、やっぱ竹がさ、コウモリに行って、オールブレイカー、おーい、まあいいトレーですね。いや、なんか勝てそうだな。なんか勝てそう。さあ、ないと、いや、マジでマジアチャオールブレイカーのトルネウッドのテンプレですね。あー、これちょっとやべえな。まあ、ウッド雪でも、ウッドプラスのゴブリンとか、ウッドコウモリとか、まあその辺組み合わせればなんとかなるかなっていうので、一旦耐えましたね。残り1300いけっかな、どうだろうな。なんかちなみにこの時結構やったんですよ。マルチで10戦ぐらいしたんですけど、なんか勝てたり勝てなかったりと。なんかラバルに勝てたりね、そう。いやー、めっちゃよかった。動画撮っときゃよかった。みたいな試合もあったんですけど、ちょっとね、グラッチェでね、確実に今日は勝っていきたいと思います。さあ、ボムティーマジアチャちゃん。どうしようかな。なんか、ボンバーとかマジ後ろから流しとけば、ほんと2コスとは思えないような優秀な性能なんでね。で、マジアチャだけ一応警戒して、マジアチャだけめんどくさいんでね。さあ、暇なんで、雪とかも飛ばしながら。で、僕これ両サイ攻めないと多分勝てないっすよね。あ、まあでももうウッド削り始めてます、実は。バレない程度で。ウッド削り、あとこのアイゴレの後ろの小物系がね、うざいですからね、相手からしたら。さあ、トルネも使わせて、ウッドで削っていく。で、これは、あれいきますね。さあ、始め止めながら、よいしょ。さあ、これは、ユキとウッドで、ええ感じに耐えてほしい。オーケー耐える。いや、ウッド削る。ウッドあと何周これ。ウッドのダメージはね、いや、わかんないんですよ。ちょっと待ってください。ウッド早く、俺の手札に置いて。ウッドのダメージを計算したいんです、僕は。いやー、ウッド棒で使いたくねー。マジで攻めで使いたいですね。さあ、雪玉もね、大事な削りなんでね。いやー、なんか、マジで、削るだけデッキになっちゃうな。これ相手、トルネーしてきそうだな。まあ、してくるっすよね。やばい、強い。急に相手の追い焼きが来てる。さあ、雪玉。ウッド87です。あ、でもこれ、ちょっと入れ。かすれ。かすった。わかった。これ、端前マジアチだけ警戒すればいいんで、僕も。来るっすよ。マジアチ取れるか。おい。対面被ればね、相手もちょっと嫌ですからね。で、トレーナー使ったんで、コウモリ。おー、コストが。相手のコストが足んなくなってきた。うぃー、そナイス。なんで勝ったんでしょうかね。さあ、まあ、こういう試合はね、ちょっとやって、大型勝っていきたいな。来い、大型。さあ、よろしく。で、ね、まあ、このデッキの一番効果力なのが、もうゴブリンなんですよ。だから、相手のジャイとか、まあ、ロイジャイとか何でもなんですけど、そういうタンク系は、基本ゴブリンで溶かしたいですね。うわぁ、ゴルニーじいさん来た。そう、ゴブリンゲーだと思ってください。で、あとは、端前やりゴブとウォールブレーカーチンパンして、気合でみたいな感じですね。うわ、めんどくさいな、それ。うわ、マジかよ。そういう感じ？これ、ライドラが来てほしかったな、ぶっちゃけ。あのライドラがやばいっすよね。これ、雪玉と、
コウモリ対面かぶせたいな。そうするとこの遅延かかっててライドラを処せる。オッケー、いやいいいいからの逆再攻めてこっちをゴブリン添えて、あーなんで檻がおんのよ、檻はズルじゃん、檻はズルじゃん、檻絶対ズルやん。おい、いや4コストでこの受けができるんですよ。檻ってぶっ壊れじゃないですか。え、なんで今のと俺なんかダメージ受けてんのっていう話なんですよ。いやーゴルナイエリランバー、えなんでえっていう言葉しか出んないんだけど、うん、どうしようかな。これヤナアメとかあんのかな、やりそうなんだけどな。あと、いやない、ヤナアメないな。これ今トレネだったら多分なさそうなんで、よしよしよし、いやポイズンかい、一緒みたいなもんよ。いやーでまあこれには檻か相手ということはさ、あれだな、対空がマジライドラダクネしかないかもしれない。ベビドラいないのガチで熱いっすよ。うん、僕ベビドラが言ったらきついじゃないですか、もうハゲるじゃないですか、ライドラも言ったら。でもいやでも、おいやいやいや、稼げ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 、小物チンパン、オーケー、え一本取れたのでかい。いやー雪玉プラスコウモリ熱いっすね。うん、まあ、アイゴレプラスの背中コウモリとかでも良さそうっちゃ良さそうだけど。そう、いやめっちゃ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 で、ここしっかり攻めながら、おいし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 マジでおいしおいし。でブッパでしょ、これなんか来るでしょ絶対、なんも来ないやつ。あれ、まあ、相手がね、エリゴレがなんか嫌な目方とかじゃないのはマジででかいんですけど、正直。よいしょ。この辺しっかり守っておこうかな。よいしょ。守れるんじゃない？よいしょ！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 耐えたー！でかすぎー！オーケー。まあこれポイズンじゃなくて、ベビドラとかだったら、やばかったですね。はい、まあですけどよく勝った、よく勝ったっすわこれは。ナイス、さあよろしく。うん、ウォールブレーカーがない。ウォールブレーカーはもうね投げ毒です、あいつは。お得コスパカードです。あー端っぺりやだ、これ打ってきたら結構萎えるな、痛い。さあプリン LSP、 まあ枯渇かホグかみたいなとこはありそうですけど、これコウモリちょっと強いですね。うん、プリンエレスピ咲いてて、いや枯渇っぽいっすね。まあ、このコウモリで先行しようと。いやもったいないな。いや枯渇か、いや枯渇なんならめっちゃ相性いいんじゃない。ウッド雪玉あります。ウッド雪玉からのよいしょ、僕は回転ゴリゴリです。でここでこんなことしながらの、あれ寝た、ああ、そういうことないと。なんかもう、ウォールブレーカー飛ばしまくって、あ、これボンバーでもよかったな。なんか、アイゴレの後ろに、マジでゴブコウモリ添えとけばなんとかなるっていう。クラロワス。LSP? 来そう。いや、来るっすよね。うん。まあ、あと最終的にテスラ置かれてのロケケットされると負けるけど、まあなんとかなれそうだな。おい燃える、ボン最強ボン。俺ブレーカー一旦セパローかな。なんかさ、はい来た、テスラかインフェか、ユキの、あーバルキャン、いやバルキリ刻むな。いやこれでダメージ一緒になるのちょっとあれだな。いやプリンも強すぎる、やめてくれ、やばい追い上げられてきた。うーん、攻めウッドちょっと狙っていきたいね僕は。まあこれでもほんとゴリゴリ多分攻めまくるがね正解だと思うんですよ。変に防衛考えるとかじゃなくて、マジ一生攻めとけば絶対相手の方がきついと思うんだよな。本当にこれ絶対きついよ、これ相手結構調子乗ったよ、そのロケットは。
いやですよね。いやオールブレイク一発入ればロケットトントン。いや美味しい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 、ガチで美味しい。これワンチャンなんか延命してくれねえかな、たまたま。うい、そうゴブリンで完封できる。あー手前か。いや耐えれるよ耐えれるよ、おい耐えれる。さあ痛い、ロケ削りしたい。読み打ったわ、読み、やめる。ゴリ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 、ハシマプリン。相手もハシプリしか追いつける方法ないっすからね、僕に。雪玉削り。いやー、LSP2。ここに一旦ウッドサク。あとショットが削れんな。あとショットなんだけどな。レッツゴー、倍返しだ、ほら LSP に当たれ。はい、いやちょっと、あちょっと、こぶれるこぶれる。ウッドで削っちゃうか、ウッドで削って、やろうけとかと一緒に来そうだな。なんだ、外してくれたら俺のこのボンで、なんだ相手これ攻めたそうだからな。もうこれでいいんじゃない、おい。いや待って、抑えすぎじゃない。勇気、んーやー、届く。よく届いた。あぶんねー、これ500って432ぐらいなんで、ロケがロケットで終わってましたね。あぶねー、でかい。なんかあれっすね、めっちゃ余裕で勝てそうと思ってたらそう勝てないっすね。なんかなんだろう、施設あるとやっぱ厄介っすね。施設があるかないかだけで結構変わる気がするな。その、まあ、守りはぶっちゃ気合でなんとかできるんですけど、でも僕の攻めってマジで限界があるんですよね、結構入るのに。やっぱそう、ああそれは無理だな。ユニットですね。そう、僕の入る攻めにやっぱ限界があるから、よいしょ、こういう相手が施設ないデッキとかだとすげえありがたいですね。そうそうそう、飛ばすだけで入る。檻とかやっぱ厄介っすよね。さあボーラバルンですね。でもバカでかくね、このダメージ相手がね。お前そんな小物デッキじゃ対空守れねえだろおいってきたところをドンマイっていう。さあどうしようかな、ウッド雪とかあんま使いたくないよな。もうゴブリンでも始め出すとき意外とプレッシャーになると思うんで、これランバー来たら逆サイすればいいですね、左。ああ、来ないのマジでかいですね、これ。キングギドス、僕。雪で一回、ダメージ抑えて、え待って、雪玉強すぎるやろ、ボケ。やばいやばい。ボケとか言っちゃったけど。いや、待って、雪さすがに強すぎる、それは。これでもさ、マジでコウモリとヤリゴブリン離しとくと、相手からしたらうざいと思うんですよ。あの、トルネでワンパンゲーされてたよな、普通。あれなんか相手相手。脳死でランバルしてさ、なんか困ってない、さっきから。ランバル、とりあえず飛ばしときゃいいやろって思っとるんですけど。いや、ランバル飛ばされるだけできついんですけど、別に。なんかこれ、諦めたな、相手。これなんか他のだったら、あんなの、1コスのみとかだって。無理でしょ、まあ8枚ないし勝てないし、なんか3コスとか4コスだっていっぱいいるからね、カード。さあポラリスさん、よろしく。いやなんかね、もう序盤にポキポキいっちゃった方が楽ですね。おお、まあどこかっつ、本当にプリンちゃん、もうちょっと、ああホグかな、プリンコウモリ、メガナイト小物とかキョスケ小物的な。やばい、あぶねえ、あぶねえ、痛い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 、いやめっちゃ小物、めっちゃ小物や、同じじゃねえけど、めちゃくちゃ小物デッキですね。
ディガーっていうのがまたレアどうですかね。さあ、オルベが投げて、あー、ゴルナイじいさんっすね。まあまあ、さすがにこれは誘導してあげて。これ相手なんで受けてくるんだ。ああ、復帰や。相手これさ、ないんじゃないですか、もしかしたら。呪文というものが。そんな気がしますね。もう、ユニット8枚でいっけ。ボンバー、若さを出せ。よー、OK。ナイス。で、ディガーはゴブリンで拾って、コモリ適当に出してね。あとはブッパ。ブッパしたらでもね、これ。新エテの盾もね、ダメージ受けてくれるのでかいんですよね。よいしょ !1 枚だけですけどね。あとはもう、ボンとかで。うちのボンを舐めてもらっちゃ困るよっていう。よいしょ。いや、陸行けだけめっちゃいる、このデッキ。さあ、ナイス。新鋭隊エリババ小月。マジで、陸受けだけは異常にあるよ、これ。でも、ヤンキーウッドしたかな。あ、でも、全然止まるわ、これ。あば、あば、あばって。走らないで。よいしょ。1300は地味に遠い。吹き矢か。エリババなんか小物とかね、やっぱ高めに出すとこうプリンの被害にあったりとか、なんか相手のユニットの被害に遭いやすいんで、基本的に低めにユニットって出しとくとなんとかなるもんすね。うん、さあ、いい雪玉が刺さっていく。ぴょい、コウモリ、こういうのは高め。いや、まあここはむずいかもしれないですけど、相手のコストがね、早めに対応みたいな。よいしょ。これもウォールブレーカー投げて削っていっぱいいるよ小物。さあ、最後ウッドでフィニッシュ。いや、これさすがに毎日滑れないんでね。オーケー。さあ、ナイス。はい、ということで今日はね、2コスだけやったんですけど、まあなんかディガーとかすげえ欲しくなったんですけどね、意外となんとかなりましたね。ほんとなんとかなってよかったです。やっぱ他にもね、たくさんカードありますし、合計106枚かな、あるんで、またなんか4コス、3コスあたりすげえ多そうだな。普通に強いデッキできそうですね。またなんかね、こういう動画も出していけたらなと思います。よければチャンネル、高評価もよろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またねー。